こんにちは、ブランドバイ社長です。ブレントランド響きです。本日は音楽を中心とした、はい、ロック系 T シャツを中心に9着ご紹介させていただきたいと思います。まあ、比較的お値段お安めなものから僕のこだわりの強いものまで、まあ、ランダムにね、音楽という縛りで9着ご用意しております。はい、まあ、1枚は絶対持ってないやつあると思うんで、うん、欲しいのもあるんじゃないですか、はい、うん、それも含めて最後までご視聴いただければと思います。概要欄からすべて URL で詳細ですとかも見ていただけます。もう早速行ってみましょう。はい、いいねしてね、いいね、いいねね、したしたしましたじゃあ行ってみましょう。どうぞ。はい、はい、ナインティーズ、リップ&ターン、ローリングストーンズ、すごくシンプルな一着ですね。はい、うん、バックプリントもなし、はい、はい、ただまあコピーライト入ってまして、デルタタグのオフィシャルになると思います。そうですね、うん、でまあ99年なので、うん、はい、こんなに手抜きなオフィシャルが出るのかなというイメージですね。全体的にボディが比較的焼けがあって、うん、なんだろう、ブラックの退色の具合もとても良い感じなので、うんうんうん、これ逆にですよ、このシンプルさがより引き立ってるんじゃないかなと。これいいですね。はい、で、うん、一言でこう、まあ、リップ&ターンって赤のイメージが強いと思うんですけど、うん、この赤もね、厳密に言うとね、ストーンズってまあオフィシャルもブートも含めて何パターンかあるんですよね、うんうん、その中で結構こうオリジナルのそれこそジャケットのアートワークとか、まあ、グラフィックにかなり近い忠実な深い赤、うん、でこの白の ねテローンっていうね、歯がこうあってこうテローンっていうね、はい、テロット具合ね、はい、テロットした感じがとてもいいと思います。お値段もそこまで高くないので、あ、ほんますか、ぜひともゲットしてください。いいですね、よろしくお願いします。はい、はい、はい、次こちらキスアメリカ買い付け分です。ブートです。両面プリントで、まあホワイトにプリント載せてるんで、ちょっと気持ちプリントがこう色あせてるというか、うん、馴染んだ感じで非常に良いで、ボディの質感もね、これ映像で伝わらないのがとても残念です。適度に厚みがありながらも柔らかい、かといってユーロともまた違ってコシがあるっていう、うん、あの雨物ではすごくいいとされてるボディの質感ですね。でタグは、こちら拡大してますが、ナイスティーズっていうあまり見かけないタグ、まあ当時のすごく安物タグでしょう、うん、XL、 はい、はい、XL です。袖丈もしっかりあり、身幅もしっかりあり、ただこのパターンでいくと大体着丈が長すぎるんですが、うん、そうですね、着丈も長すぎずで、まあ街中でまずキスの T シャツ、ストーンズとかエアロスミスと同じで再注目されてること多いと思うんですけど、これは被ることないと思います、うん、でまあロンティーなのでチェックシャツとか、まあジップパーカーとかのねインナーでも重宝していただけます。とにかく発色が良い、いいですね。フロント特にオレンジとブルーっていう、うん、もうオフィシャルでは決して出ない、よく見るとチープな感じなんだけど、うん、要は版のサイズとボディのバランスがすごい悪いんですよ、うん、でもそれがまあおよそ30年近く経って今となっては逆に今っぽいというか、確かにそうですね、再評価されるべき一着だと思います。お値段そこまで安くはないんですけど、これは僕もこのお値段で行かせていただきます。絶対自信ありな一着です。アメリカから持ってきました。お願いします。お願いします。はい、はい、エアロスミスですね。まあもうおなじみでしょう、3年前ブランドバイアスヴィンテージ時代、はい、全く売れなかったこのデザイン、あ、売れなかったんですか。駄菓子が始末となってはもう飛ぶ鳥落とす勢いで売れていきます。はい、バックプリントないバージョンとツアーがねバーッと書いてる分と、はい、そしてこちらこのパターンございます。はい、でまあどれが人気かって言われると、まあこればっかりはコートつけがたいんですが、やはり僕たちが推してるブラックにブルーのプリントの背面プリント、うん、フロントもねブルーも使われてたりとかで、かなり全体的にボディも汗色抜けておりますが、あんまりねプリントがこう削り落ちてないっていう、こうボディすごいですね。すごく大切に着られてたんやろうなって感じ。大体このパターンでバックプリントも結構ハゲハゲなんですけど、うん、まあないこと多いですね。綺麗に残っております、うん、ジャイアントの2枚タグ、はい、まあ着用に際してのこう色落ちももちろんあるんですが、このプリントの残り方から察するに、日焼けがメインで色落ちたんでしょう、うんうん、まあアメリカの大地に焼かれたこちらの T シャツ、ぜひともお願いいたします。とにかくバックプリントがいい雰囲気、はい、お好きな方多いと思います。多いと思う、はい。あとフロントのねこのグラフィックアートワークの書き込みもすごいです、うん、細かいですね。細かいですね。お願いします。はい、なぜ先ほどの T シャツで僕が再度フロントの書き込みの細かさに触れたのか、はい、こちらブートだからです、はい、荒いですね
これちょっと比較しておきますか、うん、分かるんかな、ブーとオフィシャル、はい、こっちがスマップだったらこっちも偽スマップみたいな感じでねすごい荒いですけど、これがまた良さでもある、うん、これどっちが好きかっていうのは本当にお好み分かれると思います、うん、オフィシャルの方が好きだから感度が高いとかちゃんとしてるとか、うん、またその逆もしかりで、ブートの方がいいからどうたらこうたらとも関係なくて、もうこれはもう趣味ですね。バックプリントが、またブルーじゃなくて、こっちはオレンジ寄りのイエローに、はい、ホワイトではなくてグレーのカラーで、うん、もろもろそのツアーの開催地が書かれています。フロントの細かいところのこう猫の周りにおるこの 何この悪魔みたいなやつ、もう荒いんですよとにかく。ここら辺ね、はい、なんていうんかな、オフィシャルのフロントプリントが水彩画であれば、こっちはクレヨンで描いてみたいなね。あ、そこまでいきますか。それぐらいの荒さです。ただこれもやはり甲乙つけがたい、こちらもサイズ感としては L ぐらいでしょう、9ライブツアー97と、サイズ感は L ぐらいですが、まあ身幅の縮みもなく比較的ボックスシルエットなので、とにかくかっこいいです ね。2枚買いもいいと思います。これこの黄色の発色がね、多分オフィシャルのエアロスミスやったらこの発色はないんじゃないかな、うん、というかこのねオレンジっぽいイエローっぽい発色ってブートによく見られるんですよ、うんうん、本来ね T シャツってプリントするときってこの黄色を出そうって言ってホイってこう黄色のインクを持ってきてやるわけじゃないんですよね、うん、そうですね、ちょっと黄色と何色か混ぜて調色していくんですけど、ブートなんで調色してないと思うんですよ原色ドンみたいなしてないと思います。はい、細かいですけどこのツアーの部分のこの剥げ方とかね、うん、いいですね、この辺を良きと思っていただける方は何卒お願いいたします。はい、レイジアゲンストザマシーンのチェゲバラなんですが、こちらは比較的珍しいアーチモンドタグ、コピーライトもアーチモンドになります、はい、まあグレートランドを長いことこうご利用いただいてるないし、 YouTube インスタグラム見ていただいてる方はアーチモンドって見たことあると思うんですが、はい、まあない方のために言っておきますと、まあ90年代当時ですね、これもう諸説あるんですが、一部の国に、ジャイアントが出荷できなかったっていう説と、輸入関税が高すぎて、例えばアメリカからその国にジャイアントのボディのついた、まあてかジャイアントのボディを入れるなり、はいはい、プリントして入れるなりだけども、予算が合わないと。なるほどなるほど、この安いもんなんでっていうので、同ブランド名義ではできないからアーチモンドを使った諸説あるんですが、まあとにかくちょっとだけ珍しいんですよ、うん、まあ、以上です。あ、バックプリントこのパターンで、はい、このパターンです、はい、なのでまあちょっと人と違うものが欲しい方、まあ、バックステージパスと一緒です。バックステージパスってカナダだけでしょ、うん、っていうふうにアーチモンドも一部地域だけなので、はい、そちらの方も含めて、まあちょっとレアバージョンですね、はい、コンディションも良くておすすめです。はい、お願いします。はい、スリップノットももちろん90年代ではございません。なぜならこのデザイン自体が90年代はないから、2000年代以降のデザインとなります。でこちらに関してはバックプリントこんな感じ、コンディション良いです。であえてなんでこれを紹介するかっていうと、とにかくちっちゃいやつが多いんですね。これでかいでしょ。これ結構大きいですね。 XL ですけど、身幅は 2XL くらいありますね、うん、でも某有名、最近テレビに引っ張りだこてんやわんやの美容師さんも来てますね。こんな感じでとても人気のある T シャツです、うん、とにかくコンディションがいいので、これからガンガン着ていただいて、はい、自分色に染め上げていってください、はい、お願いします。お願いします。次、はいはい、ジェリーロレンゾも着てます。スリップノットのシェーブドマスク、まあそのタイトルは僕が勝手にねつけたんですけどね、正式タイトルはないんでね、これグランドバイヤー社長も前回アメリカ行った時、ゴミダメから10ドルで袖がぶった切られたやつを見つけてきて、あ、はい、着てますが気に入ってましたね。ジェリーロレンゾが捨てたやつちゃうかあれはっていう風にまことしやかに僕の友人の中で言われてますけど、まあ、それなんですけど、ちっちゃいんですよね。じゃあ、まあ、S なんですよ、はい、で XL ないし 2XL だともう当店10万超え、袖あればね、のお知らせですが、もう S なんで、まあ、女性の方ないし細身の男性の方、はい、ないしタイトルに行きたい方お願いします。とにかく、まあはい、おそらく S なんで尺動画もつけないと思うので、う、概要欄の実寸サイズを参考にしていただいた上でご検討ください、はい、とお願いします。お願いします。はい、今日収録日、はい、今日も店頭にてお買い上げいただきましたニルバーナネバーマインドなんです。サイズ XL、はい、バックプリントの色残り見ていただいても分かる通り、かなりコンディションの良い一着なんです、うん、袖がシングル、裾ダブル、コピーライト、フロント2段、アンダーライセンス2ジャイアントなんですけども、はい、レアな部分でいくとタグがタッチオブゴールドですね。はい、そうですね、ネバーマインドもまあ何パターンかございます。このバックプリント、はい、このバックプリントのモデルでいうと一番珍しいのがタッチオブゴールドという僕イメージです。なるほど、でこのバックプリントじゃないパターンが2パターンありまして、はい、まあ、もちろん両方と思ってますけど、それはもう、まあ、通常ネバーマインドの3倍出すんですよ。あ、今でいうと60万ですか、はい、海外でも3,000ドル、4,000ドル平気で売ってきます、はい、とまではいかないんだけど、じゃ何が違うねとタグが違うだけなんですね、うん、ただもうここまでのプライスのものになると後から買い替え聞かないじゃないですか、まあ
まあ買い替えようと思っても買わないと思いますしね、うん、中にはいらっしゃいますけどね、まあまあまあ、でも発色も綺麗でコンディションも良くてタッチオブゴールドっていうので、まあネバーマインド今年の春夏こそ買おうと思っていただいたお客様には、はい、ぜひともサイズ感ももう申し分なしでございますね、うん、申し分なしですね、一着でございますので、はい、ぜひゲットしてみてください。はい、はい、お願いします。ラストピンクフロイド、これねほんま古くないです、なんでお安くしておきます。ショート丈ボックスシルエット、ただグラフィック完璧でしょ。このグラフィックは結構ね珍しいやつですよ、うん、めっちゃ薄手のパーカーです。 T シャツほど薄くはない、うん、たまにうちで出るワイルドオーツだったりブロッカムのフード付きロンティーほど薄くはない、うんうんうん、まあ、あのこのフードのねちょっと横から見た時のボリューム感見ていただければ分かると思うんですけど、ただやっぱ薄いので、うん、まさにこれからの季節にぴったり、はい、ロンティーだったり T シャツだったりタンクトップとレイヤードしておしゃれに着てください。グレートランドのねスウェットパンツと相性非常にいいと思います。あ、確かにね、うん、いいですね、ブラックでも、タンでもリバティグリーンでも合うと思いますので、もうほんと安いんでさらっと行ってみてください、はい、以上です、はい、音楽系中心に9着、まあ、6ですね、はい、ご紹介させていただきました、まあ、ブートだったりオフィシャルだったり見え方が全然違ったりだとか、その他まあちょっとネバーマインドのレアバージョンとかありましたけど、全て本日夕方6時から店頭にてご試着およびご購入が可能、夜9時からオンラインストアにて買い上げがいただけます。全て下記概要欄の方から URL で見れますので、まずはいいねしていただいた上で買ってねということで、はい、はい、もう夏までね、もうあと3か4ヶ月ですか、もう短いですよ、去年の、秋冬から今頃までってまあ僕らお店が暇になることを予想してたんで、結構サボる前提でね、サボる前提でおったんですけどもね、はい、皆様のおかげですごく忙しくさせていただきましたね、ありがたいことに、はい、ということでもうこのまま夏終わりまで突っ走るしかないと、僕はあと最低でも昨日予定立てた 5,6 回海外行かなあかんってことなんですけども、それも含めて頑張っていきますので、何どうぞいいね、せめて買わない方はいいねしてください。最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイ社長とプレートランド響きでした。バイバイ。